こんにちは、エリコです。今回も実績者対談ということで、私のブログコンサルコミュニティフリーデーズにご参加いただいている、ナオさんをお招きして対談動画を撮らせていただこうと思います。ナオさん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ナオさんは先月ですね、2021年の12月に、ブログで12万を達成されました。おめでとうございます、ナオさん。ありがとうございます。やっとです。よかったよかった。で、ナオさんは去年のフリーデイズのこのセカンドの時からご参加いただいていて、でサードは11月から始まってる、去年の11月から始まってるんですけれども、1年3ヶ月くらいでの12万円達成となり、こう涙の10万達成っていう感じだったんですけれども、今回はそんなナオさん、これまでずっとコツコツと継続してこられて、どんな感じでブログを進めてきたかとか、継続してこられたコツとか、ブログで大きな成果を出せたコツなんかもお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。そして全然スルーできないんですけど、ナオさんの横にゾウさんが、ゾウの神様ですよね。はい、ガネーシャさんです。ガネーシャさん、インドの神様なんですよね、ガネーシャって。そうです、夢を叶える像なので、皆さんに夢を叶えていただくためにちょっと同席させてもらってます。素敵。そっか、この動画をご覧いただいてる皆さんにもこのブログで夢を叶えてもらおうってことですね。はい、はい、そういうことです。ナオさんはいつもこのコミュニティでこうズームの作業会とかセミナーとかあるんですけど、必ずこう背景何かワンポイントありますよね。そうですね、結構お笑いが好きなので、はい、ちょっと、受けてもらえたらいいかなみたいな感じですね。この動画初めて見た方、おおってびっくりですよね。本当そうですね、この方みんな素敵なのに。なんかこうガネーシャ様のためにちょっとナオさん避けてるのがまた面白くて、はい、こう3人で応援してるような感じで、ガネーシャのがでかいみたいな。でかいですよね、だいぶ目立ってる、こうして一緒に今日は、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあナオさんの、じゃまず簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、はい、私はアラフィフの、主婦なんですけれども、ちょっと成人した子供が3人と旦那が1人います。で、まあ、以前は週5のフルタイムで働いてたんですけれども、今はちょっとお勤めはしていなくて、その代わりというか、ちょっと両親が介護が必要だったりとかするので、まあ介護って言ってもそんなすごいね、重いっていうか、ちょっと面倒見なきゃいけないわけじゃないんですけど、でもやっぱり呼ばれたりとか病院行かなきゃいけなかったりするときに、いつでも動けるようにっていう感じで、今は働、お勤めはしていないですね。はい、でそんな感じでブログもその合間にやってます。はい、なるほど。じゃあちょっと介護もしつつブログもしつつっていう感じでずっと継続してこられた感じなんですね、ナオさん。はい、そうです。そのブログ始める結構前にもうお勤めはされてなかった感じですか？そうですね、ちょっと空白の期間がどうだろう、2年くらいかな、1、2年くらいあったのかな。なるほどなるほど、感じですね。はい、でお子さんもね、もう20代のお子さんが3人いらっしゃるということで、はい、全然そんな風に見えないですよね、ナオさんも。いい、そんなことないですよ。で、なんかこうブログを始めようと思ったきっかけ、ナオさん。まあ最初からブログにたどり着いたわけじゃないんですけど、ちょっとお勤めじゃないお仕事もちょっとやってた時期があって、ちょっとなんだろう、まあお勤めでもそうなんですけど、人との関わりっていうのにちょっと疲れちゃってた時だったんですね。まあ人間関係別に人と接するのは嫌いではないんですけど、ただちょっと仕事上で関わりを持つことに疲れてしまっていて、なんかどうだろう、その時にまあ人と直接関わらなくてもいい仕事があるといいなっていうのはちょっと頭の中にあったんですけど、その前になんかちょっとなんだろう、自分の潜在意識を変えたいなって思ってた時がだったんですね、その時。でその時にたまたま
その潜在意識を変えたいなと思っている時にあるサイトにたどり着いて、そこでちょっと、まあ、いろいろ意識改革しようと思ってたんですけど、そこの中でなんだろう、ブログアフェリエイトとか、はい、ポイ活とかっていうのを紹介されてて、ちょっと小遣い稼ぎになるじゃないですか。そのちょっとちょこっとやったりとかして、ブログも無料のサイトで立ち上げて、ちょっと物販とかも少しやってた時期があったんですけど、その時にまあ、あの制約まではいかなかったんですけど、まあ見て自分のサイトから、ね、その広告のところに行ってくださった方がいて、あ、本当に収入になるんだってその時は思ったんですけど、ただやっぱり自分のブログを読んでもらわないことには、それってね、なかなか制約につながらないじゃないですか、ね、そうそう、でなんかそういうの思ってて、である時あのポイ活のサイトからメルマガとか来ますよね。その時にエリコさんのサイトが多分広告記事みたいな感じで載ってたんですよ。はいはいはい。でちょっとなんかその文面を見てたらすごい気になっちゃって気になっちゃってエリコさんのサイト行って、うんうん、読んでるうちにすんごい引き込まれちゃって、はいはい、なんかブログって、あの私なんだ、昔日記のようなブログはやってた時期があったんです、うん、それこそ10年以上前に、うんうんうん、ね、そういうブログっていう感覚だったんですけど、ブログで収入を得ることができるんだっていうのをエリコさんのサイトで知って、しかもそんなに私がやってたような物販じゃなくって、クリックしてもらうだけで収入になるっていうのを知って、あ、そんなことってあるんだとか思って、でもうエリコさんのサイトからメルマガ登録して、でまあ初心者でもブログで稼げますよっていうことを知ったので、うんうん、まあそのメルマガに登録したことがエリコさんのきっかけですね、うんうん、ブログをやることになって、はい、よかったです。メルマガそのポイントサイトで私のことを紹介してもらってて、そこから出会いっていうことですね、うん、そうです。でもまあその前からじゃあブログで稼げるってことはもうご存知だったってことですもんね、うん、ちょこっとしてましたけど、私が思ってるそのブログっていうものと、なんかその今やってるトレンドブログだったりとかって、なんかちょっと感覚が違うくって、そうですね、うんうん、そういう風なんだっていうのをその時初めて知ったっていう感じですね、はい、ですよ。なんかこうブログで、まあ、個人の人でブログで稼ぐってどうしてもこの物販、なんか自分のブログで物を紹介して、うん、こうそこから買ってもらってみたいなイメージがある方って結構いらっしゃると思う。そうですね、うん、であの Google AdSense を使用したあのブログ、トレンドブログとかだったら、うん、もうちょっとなんかハードル低めに頑張っていけるところなので、うんうん、やっぱ初心者さん向きですよね、きっと。そうですね、やっぱりクリックしてもらうだけで収益になるっていうのはすごく、うん、いいなっていうのは思いました、ね、本当ですよ、うん、よかったです、私のことを見つけていただけて、うん、そうエリコさんがね、そこの私がたまたま読んでたポイントサイトのメルマガで広告出して見えたので、うんうん、その時に本当にたどり着いたのが本当に良かったです。よかったですね。その、 あの登録していただいてから結構メールのやり取りさせていただきましたよね、はい、なおさん、はい、させていただきましたね、はい、ここです、もう懐かしいその頃がすごい昔のことみたいですねでも今日ね、一昨年の話ですよね。そうですね、そうですね、だった、でも私もそういう、なんだろう、うん、メルマガにあの質問を返すことで返事が、うん、くださるじゃないですか。本当に返事くれるんだとかって思う。すごい感動した記憶はあります。よかったです。ありがとうございます。なんか全然なんか違う世界の人ってね思っちゃうんですけど、全然普通にあの同じ、なんならこうご近所にいるようなこう普通の、あの普通の主婦なのでね、よかったです、うん、そこからあのブログ始めていただいて、うん、フリーデーズにもご参加いただけて、こうして大きな、ね、成果を出していただけて本当に嬉しいですし、なんか本当なおさんとはそのメルマガの時からたくさんやり取りさせていただいて、やっぱフリーデーズに入ってからもあの音声とかこうちょっとでもたくさん本当やり取りさせていただいて、しかももうなおさんはフリーデーズのこうムードメーカーというか、もうこの、ね、あの背景もそうですけど、いつもあの
材料報告とかあのコミュニティの書き込みがまた面白くて、もう何度も顔文字とかすごいのがこう出てきたりとか、本当にこう皆さんをあの楽しい気持ちにさせていただいてありがたいなと思うんですけど、であのまあそうずっと頑張ってこられて、こう今までのその12万達成までの流れ、こう収益の流れとかどんな続けてきたかとかをお伺いできればと思います。はい、そうですね、収益アドセンスに合格したのがフリーデーズ入る本当直前ぐらいでして、でフリーデーズ入った9月からちょっと最初262円とかいう収益達成してて、うんうん、その後はまあ4桁になってっていうのがあるんですけど、で、まあ、最初にまあ12月かな、2020年の12月に1万円を1回超えたんですけど、うん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 、だけどまあその後ちょっと一旦下がっちゃいましてうんうん、うん、でその後2021年の5月にちょっと私には初の爆発するあのネタがありまして、その時にやっぱりなんかブログパワーもついたのとちょっと底上げされたかなっていうのがあって、 そこを境に3万円台を超えるようになってきたんですね。だいたいそのあれですね、あの10万達成する直前ぐらいまでは、3万前後ずっと来ていて、うんまあ、11月は4万円いったんですけど、うんうん、でもまだ10万円にはちょっと私的には程遠いかなっていう感覚だったんですね。あの本当に PV も1日の PV も上がったり下がったりっていうのを繰り返していたので、でやっぱり、なんだろう、自分のブログの方向性がこれでいいんだろうかっていうのをちょっと思ってたりして、まあ、講師の方々との音声の時にちょっと私のブログに対するアドバイスとかをいただいたりとかして、私結構ニッチなネタが多かったんですね。だからもっと需要の大きいところのネタを狙った方がいいよってことをいろんな方から言われて、その辺をちょっと見直したりとかするのと、あと、2021年の10月からかな、10月から外注さんをそうでした、うん、お願いしまして、やっぱり自分一人だとちょっとなかなか記事をたくさん書けなくって、うん、時間もちょっと限られちゃったりしてたので、それで外注さんには仕込みネタを書いてもらって、自分はまあ速報とかちょっとそういうネタを書くようにしてたんですね。で、まあ、その達成した12月も前半はいつも今まで通りっていう感じだったんですけど、でそれが12月の後半に書いた記事がちょっと速報系の記事がツイッターで流したら、なんかすんごい大爆発大爆発でしたね、本当に大爆発してしまって、ツイッターでこんなことがあるんですかってそんなようなことがあって、うんうん、でなんかその記事だけ一記事だけで5万 PV 超えて、うんうんうん、であれなんですよ、あの検索では全然上位表示されてなかったんですけど本当にほぼツイッターオンリーでこんなに来るとか思って、でその次の日も4万 PV 近くあったんですけど、収益はその5万 PV 超えた日よりも多くって、その2日間で3万超えるぐらいの収益を上がって、そこまで来たら、あ、これちょっと10万いけるかもって、ちょっとやっと10万が現実として見えてきて、そこで、うん、そこからなんとかせっせと記事を書いて、まあ本当にギリギリだったんですけど10万円達成することができました。はい、あ、もうミラクルでしたね、12月。あの、奈緒さんは本当ずっと3万、4万くらいをずっとね、数ヶ月間キープして、はい、あの、行きそうだけど、なかなかこの壁を超えられないってところだったんですけど、うん、やっぱその12月後半の、一記事が、うん、こうきっかけとなって、はい、ツイッターだけで、その検索からじゃなくて、ツイッターからだけで5万 PV ってすごいことですよね、本当に。無理ですね。今までツイッターで流しても、せいぜい、あの、どうだろう。そう、何百ぐらいとかになったとしても、うん、リアルタイムでもまあ2桁いけばいいかなっていう感じだったんですけど、この時は
リアルタイムで4桁を数時間数時間計算とか思って何が起きましたかっていう感じだったんですけどツイッター何が起きましたかってもうびっくりですね。なんかまあなんだろう、速報系だったからとにかくちょっと出かける前だったんですよ私、うんうん、でとにかく出かけるまでに急いで記事アップさせて一回つぶやいとけみたいな感じでそのままピュって出かけちゃってつぶやいとけってそう、もうつぶやくのも本当にあんまり全然当てにはしてなかったんですけど、多分私が思うにそのつぶやいた時間帯がまあ夕方皆さんが仕事終わるような時間帯だったのと、たまたまあとつぶやいた内容がなんかちょっと読んでみたいと思う忘れたのかなっていうのがあって、はい、まあそれが良かったんでしょうね、はい、きっとね。そうですね、うん、本当にあのまさに今皆さんがこう気になってることとか今世の中で話題になってることのとこで記事を書いて、うん、かつはツイッターでもめちゃめちゃ話題になってるところに、うん、あの皆さんが読みたくなるような内容 の、 あの、うん、ツイートをつけられたってことですね、きっと。そうですね、うん、ドンピシャでハマった感じ、はい、なのでツイッターから2日間で3万以上稼いだってことになりますね。そうなんですよ、ね、すごいことですよ。しかもそこで、まあ、ミラクルも起きましたけれども、はい、あの12月のミラクルは、24日に、はい、あ今あのフリーデイズで始めてるチームブログっていうのがあるんですけれども、うん、そこと、個人ブログの収益を合わせて1回24日に10万円を達成されてるんですよね。はい、はい、でもそこはちょっと皆さんには内緒ってことで、あの個人ブログでのもう10万達成されてってことで、そこから24日からもうガンガン記事を書かれて、なんと大晦日の日31日に個人ブログでも10万達成されて、なので24日は最初に10万達成で Google サンタさんからのクリスマスプレゼント、はい、最終的に31日大晦日になんかもうねお年玉みたいな、ちょっと早いお年玉みたいな感じですけど、24日と31日ってなんかもうまた持ってるな、なおさんって本当にそうですよね。たまたまですよ。でも本当になんだその24日達成して、うんうん、まああのツイッターからの流入もたくさんあったので、私このままあの 2,3 日っていけるんじゃないみたいなすごい甘い気持ちでいたんですけど、それが一旦ちょっと PV とかも下がっちゃって収益も、うん、やばいやばいとか思ってどうしよう、私個人ブログで達成するなんてリコさんに大きいこと言ってながらどうしようとか思ってすごい焦ってて、その時たまたまその週2人の講師の方との音声を入れていたので、もうとにかくどうしたらいいですかって聞いて、もうテレビネタとかもうとにかく需要のあるとこ書いてくださいみたいな風に書かれて、まあ一応書いて、あのまあそれが当たったってわけではないんですけど、まあ外注さんが書いてくださってた仕込みネタ、ちょうど30日とか31日のネタとかは、まあ、自分も書いてたんですけど、それが30日と31日でちょっとアクセスが上がって、はいはいはい、それでちょっと30日なんとか持ち直して、はい、31日なんとかいけるかもとか思いながら、うん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 、ドキドキですねそこは。もう31日も終わる本当にちょっと前ぐらいだったので、もうできるかなって自分でもすごい、うんうん、ヒヤヒヤしてました。いやでもできましたね、もうよかったです。結果的にはできたのでよかったです。本当ですよ、結果的に12万ほぼ13万ですよ、12月って、はい、良かったです。あのやれやれです、ね、記事数 もう本当追い込みかけていただいて、12月は79記事、はい、まあ、外注さんも込みだと思うんですけども、はい、その前の月とかその前の月とかよりももう断然書かれてますもんね。70、そうですね、11月で66記事で、うん、その前なんかは33記事って全然ないんですけど倍以上気合いですね、もう12月そうですね、ちょっとここで達成しないと私今度いつ達成できるのっていう気持ちだったので、はいね、でもその気合いがやっぱ良かったなと思いますし、その、まあ講師の方からテレビネタっておっしゃっていただいたと思うんですけど、その、やっぱりあの30とか30とかもこうテレビネタでアクセスを集めたって感じですよね、うん、きっと。そうですね、まあそのリアルタイムとかちょっと速報ってわけではないんですけど、もともと外注さんにお願いしてあった年末の番組のネタを仕込んでもらってたのもあるし、私がその前に書いてたそれこそ年末の話題
まあ、番組の話題のこととかがやっぱり検索されてその日になって、うんうん、なのでそこでやっぱりテレビですよね。そうそう、やっぱりテレビですよねってこの間コミュニティでも書き込んでくる。そうそうそう、本当そうですよね、うん、うん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 、そうなんです。やっぱり困った時のテレビネタですね。もう本当絶対書かれた方がいいと思いますし。そうですね、うん、テレビの影響っていうのはすごく大きいなっていうのを感じましたね、うん、年末年始はテレビご覧になる方多いですしね。そうですね、やっぱりねお仕事もお休みになるし、うん、もう昼間からとかもね特番やってますもんね、うんうん、はい。なのでそこでもこう世間の世の中の方の需要をバッチリ捉えてね、13万いやめでたい、本当に直さん、ありがとうございます。もう頑張りましたね、本当に。もう本当にえりこさんやフリーデイズの講師の皆さんやもうメンバーの皆さんのおかげですね。なんかいろんなことがこう直さんの力になってこうドーンって12月にそうですね、もうよかった。1年前はなんで全然だったんだろうみたいな感じのところもあったんですけど1年前の12月もブログやられてますもんね。もうそうですね、1年前の12月は、まあ、その当時としては割とアクセス集めた方だったので、まあ、ちょっと大きいネタがたまたま上位表示されてたっていうのもあったので、その時は良かったんですけど、やっぱりその他がやっぱりなんだろう、ネタのネタじゃない、需要のあるネタがちょっと薄かったから下がっちゃったんですよね次、うんうんうん、そうそうそう、あれですね、きっとやっぱり遠慮して奈緒さんちょっとニッチなところをこうだいぶ狙っちゃってたとかね、あるのかもしれない。そうですね、ニッチの方が結構好きなんですよですよね。なんか私音声させていただいてても、あ、これこのネタは何ですかみたいな、こうそうそうそう、結構あったと思うんです。この界隈でしかわからないような、意外とでも集まるときは集まるんですけどね。そうそうそう、ありましたよね、そう、はい、なんか奈緒さんしか書いてる人いないような記事でもすごいアクセス集められたりとか、そうそうそう、意外とその界隈では盛り上がってたみたいでそうなんですよね。でもそういうやっぱりコツコツアクセス集めてこられたことがやっぱこの今ブログパワーにつながってるんだと思いますし、うん、もうすべてが今につながっている感じで本当に良かったですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもうここまで1年3ヶ月こう続けてこられて、1日、まあ、でも記事数としてさっきお伺いして30回ぐらいがまあベースだったっていう感じですよね、ずっと。そうですね、なんかもう自分一人やってるときは1、2記事ぐらいが平均で、うんうん、まあ、ちょっと後半は頑張って2記事書くようにとかしてた時期もあるんですけど、うんうんうん、やっぱり1時1から2ぐらいですかね。毎日のその、まあ、介護とかもあるかもしれないんですけど、うん、作業の時間としてはどうですか、平日土日の。平均すると 3、4 時間ぐらいなのかなって思うんですけど、まあ、その日によってね違うんですけど、うん、そうですぐらいは取れてるんじゃないかなとは思います。あ、じゃあ、まあ、1日 1、2 記事を、まあ、3、4 時間で書かれて、うん、で月にまあ30ちょっとくらいの記事数でずっと継続してこられて。そうですね、30オーバーぐらいで、はい、うん、で外注さんを10月から去年の10月から、はい、お願いしてちょっとずつ記事数が増えて、はい、で10月にドーンっていう、ね、そうですね、うん、はい、なるほどなるほど。いやもうコツ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 ですよね、もうだからずっと諦めずに継続して、うん、いろ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 お辛いことはきっとあったと思うんです。なおさんもめっちゃありました。ありますよね、そうですよね、そう、今はわーって感じですけど1年3ヶ月ってね、もちろんそのブログでそんなこう10万達成するので1年3ヶ月ってそんなに全然長い方じゃないですし早い方だと思うんですけど、やっぱねご自分でこう継続していくってなったら結構ね、いろんなことを乗り越えてこられてると思うので、うん、でもここまで諦めなくてよかったですね、本当に。そうですね、もう本当にこんなね日が来るとは思ってなかった時期があったのでそっかそっかですじゃあなんかもうそんな時期をこう乗り越えてこられて、まあ、ブログでこうして稼げるようになって外注さんもいらっしゃいますし、うん、今後こうなんかこうブログでどうしていきたいとかウェブページでどうしていきたいとか、こう理想とか教えていただければと思います。そうですね、まあ、とりあえずはまずは今の
自分のブログをもう少し頑張って、うん、サイト M&A に出したいっていうことと、はい、あとは全自動ブログを作ってみたいかなと思ってて、はいはい、自分が記事入れしなくても外注さんとかで仕組みを作れたらいいなっていうのと、うん、あとは外注さんとして関わってくださってる方がその先を目指しているようであれば、ちょっとそういうお手伝いとかできるといいかなっていうのと、あとはまあ、収入安定させて老後を楽しく過ごすのですね、うんうんうん、老後老後そうです、もう老後です。そうですね、なんかあの奈緒さんが一番初めに書いてたプロフィールシートに、子供たちに迷惑をかけない老後を送ることが目標ですって書いてあって、そうですそうです、もう自分も楽しく生きて、うん、まあ、子供たちとはね別で自立していたいかなって、うん、まあ、思ってます、うん、そうですね、私もそうだなって思いますし、でも何でしょう、このブログとかウェブビジネスってとこですと、こう年齢関係なくできます、うん、それこそ全自動ブログ作られてたら、うん、ね、あの本当に先行き明るいですよね。そうですね、自分が作業しなくてもっていうところで稼いでいけたら、うん、素敵、夢ですね、目ですね。で、うん、ね、外注さんもの、あのことも心配されてて、あとはお子さんとかにもこのブログのこと伝えられたらいいと思いませんか。私いつも自分の娘にやってほしいなって思うんですけど。あ、そうですね、一応やってることは言ってて、あのこんだけ稼げたよってすごいじゃんとは言ってくれるんですけど、多分まだ自分事としては思ってないですね、きっとね。でもここまで来れば絶対お子さんにももちろん外注さんにも教えられますもんね、やり方。そうですね、とりあえずは私の知ってることでしたら。10万達成されてめちゃめちゃすごいことですからね、本当にブログで10万達成されるって、ね、なんかまだ人事ですよ私。そうかですよね。いつになったら実感してもらえるでしょうね、奈緒さんに。そう、いつになったら実感するんでしょうね。そうですね。なんか稼いだって言っても結局画面上で見えてるだけじゃないですか、あの金とか PV とかも、うんうん、だからね、なんか本当なんか自分事じゃないのは分かります。こう、そうですね、もっとね、うん、安定してきてどんどん、なんだろう、通帳に溜まっていくと時間が湧くのかなって思うんですけど。す、ね、安定収入を目指したいですね、だからそうですね、そうなるといいですですね、それを目指して頑張っていただきたいと思いますし、あとはじゃあここまで奈緒さんが頑張ってこられて、これからブログを始めたいっていう方とか、同じような年代の方とか、あとはブログにちょっとつまずいてるとかっていう方に、なんか先輩としてアドバイスをいただければと思います。はい、そうですね、まあ最初ね、やっぱりブログいいなと思ってもやろうかどうしようか迷ってる方もいると思うんですけど、やっぱりね、とりあえずはやってみることが大事かなと思います。でブログってそんなリスクもないですし、で私みたいなアラフィフ世代の人も、あのやる気さえあれば全然やっていけれますし、パソコンに詳しくなくても全然できるので、やっぱりそうですね、フリーデイズだと子育て世代の方が多いんですけど、逆に私のようなアラフィフ世代の人っていうのは親の介護とかの問題を抱えてる人って結構いると思うんですね。だから、うん、お勤めしてるとなかなかね、時間って取りにくかったりすると思うんですけど、でそれで仕事を辞めちゃう人もね、周りでもいましたので、そうじゃなくって、やっぱりブログでしたら収益上げながら、家族とのね時間も大切にすることもできるので、うん、ぜひ同じ世代の人にも関わって取り組んでもらいたいなっては思います、うんうんうん、でまたね、こういうトレンドブログとかやったおかげで、やっぱり世の中の流行ってることとか、そういったことにちょっと詳しくなったりとかもして、いろんなことをたくさん知れて楽しいなって思うので、うんうん、でまああとはコミュニティの環境もすごくいいですので、まあ、ぜひぜひ皆さんもブログね、一歩飛び出してチャレンジしてもらいたいなって思います。はい、本当ですよね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当になんかこう介護で悩まれてる方とか、結構やっぱ私もご相談いただくんですね、うん、これとか、なんかこう自宅で稼げるようになりたいんですみたいなところで、うん、やっぱ子育ても介護もやっぱりこう自宅で
ね、自分が働くことで稼いでいく、はい、いろいろあの解消できる部分はあると思いますし、こう好きな時間で、うん、あとはもう好きな場所っていうのもそうですけど、本当そうですね、時間を、ね、自分でコントロールできるっていうのはすごくいいですよね。そうですね、本当にもうやっぱり用事があってもこの空いた時間でちょっとやろうかなっていうこともできますし、うん、本当に場所を選ばないので、うん、あの例えばお引越ししなきゃいけなくなってどっか行ったとしてもパソコンさえあればできるので、本当に、うん、場所も時間も選ばないっていうのがすごくいいかなと思います、うんうん、本当ですね。いやまさに本当今おっしゃっていただいたこと全て奈緒さんが実現されて、もうねもうこれからますます頑張っていただきたいと思いますし、こう本当このアラフィフ世代の方、はい、ブログ始めたいって方がすごく多いんですけど、うん、やっぱこう一歩踏み出せないって方が多くて相談されたりするので、うんうん、奈緒さんとかあとこの一つ前にたかしんさんっていう同じの方で、うん、やっぱりアラフィフの男性のパパさんとも対談を取らせていただいたんですけど、やっぱりこうアラフィフでもできますってことをこうすごい言ってくださっていますし、あとたかしんさんも今この間おっしゃってて奈緒さんもおっしゃってたんですけど、やっぱこの世代になってもちゃんと世の中 の, この話題になってることとかあのトレンドみたいなところを捉えられてすごく楽しい、あの潤ってますってこの間高新さんもおっしゃってた、うん、なおさんも今同じことをおっしゃっていたと思って本当に、うんうんうん、いろいろね今まで全然知らなかったこともいろいろ知ることができてるの で, ですよ、ねうん、すごい楽しいです。ね、だから楽しみながら本当あの稼げて自分の時間もちゃんとコントロールできて、うん、あの親のことも面倒見られてってもういいことだらけですね。もちろん最初からそううまくはいかなかったと思いますけれども、うん、ちゃんと継続してこれればこういうことになるんだよってことをね、はい、また示してくださったので本当におめでとうございます。よかったよかった。ありがとうございました。よかったです。ね、奈緒さんとこうして対談動画撮らせていただけて本当嬉しいです。もう私も夢でした、エルコさんと対談動画、動画撮るのが。よかったです。なのでこれからはもうあれですね、収入の安定を目指して、はい、あの元年者様にあのお願いしてですね、はい、お願いします。こっちに今日は3人で対談撮らせて、はい、感じでもうずっと見守ってくださってて、皆さんにも夢を叶えられるように。そうですね、夢を叶えるぞってことでね、この動画を見ている皆さんにも、はい、あの夢を叶えていただくためにこうブログ始めていただければと思いますし、はい、はい、あの奈緒さんにはこれからもバッチリ稼いでいただきたいと思いますので、あのまた一緒に頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はあの貴重なお時間いただいて、またこう笑いを届けていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。失礼します。